夢は必ず叶うわけじゃないと知ってから夢を語ることが少し恥ずかしくなった。そうして夢を語ることが減り、現実を語ることが増え、それが大人になるということなら、大人の正体見つけたり。なんだレスナー、また錬金術の素材を集めてんのか。はい、新しい技法を勉強したんです。これならきっと成功させられるんじゃないかって。そう言い続けて何年経つんだ。いい加減諦めろって。いいか、錬金術を使うには才能が必要なんだ。そしてお前にはその才能がない。確かに才能はないかもですが、でもまだ諦めるには。勉強はできるんだから他の道だって選べるだろう。お母さんを安心させてやりなさい。はい。そんなことない、私だってできる。ずっとそう思い続けてきて、言い続けてきて、でもちょっと恥ずかしくもなってきたんだ。大人の正体これですな。記念すべき調合1000回目。技法を変えるが本日も成果なし。はぁ、やっぱりダメなのかな。勉強なんてできなくてもよかったから、錬金術ができればよかったのに。やりたいことがある、できることがある。でもやりたいことイコールできることじゃない。これってもしかしてみんなそうなのかな。私はどうするのが正しいんだろう。流れ星よ、どうか私は導きください。君がレスナーさんだね。待っていたよ。私はしがない御社、君をランターナ学園へ送迎するようにことづかっているんだ。そうなんですか。そんなの聞いてなかったのでびっくり
しました。嘘なんてないさ。さあ向こうに馬車を止めてる。ついてきてくれ。すごいな、鳥を飛ばしてきたと思ったら草原まで手配されてるなんて。馬車は街道を走り続けた。今までいた現実が少しずつ遠ざかって夢の中へ入っていくような、そんな気がした。青い鳥、そんなものを学園はよこすんだね。はい、本物なのかなって心配でしたが。私が学園からちゃんと話を聞いてるから偽物ってことはないと思うよ。よかった、願書も出していないので詐欺なのかもってちょっと疑っていました。にしても錬金術家か、物好きなもんだ。今は科学の時代、ランターナ学園も確か科学科が普通科と呼ばれるようになっただろう。そうですね、錬金術には才能が必要です。でも科学は勉強すればある程度誰にでもできます。だから今は科学を勉強するのが普通なのかもしれません。それなのに君はどうして錬金術を？錬金術にしかできないことがあると思ったからです。そうかい。そうだね、自動車が走り始めたこの時代にもまだ馬車を走らせてる私みたいなものもいる。頑張れお嬢さん。ありがとうございます。さ、馬の休憩も十分そうだ。そろそろ行こう。あと一っ走りでオートに着くよ。わかりました、引き続きよろしくお願いします。ちなみにお兄さんはどうして馬車を？ロマンさ。よし、お嬢さん着いたよ。ありがとうございました、大変お世話になりました。馬車がここまでしか入れなくてね、学園の受付までは少しばかり歩くことになる。それじゃあお元気で、せっかくの学園生活だ、楽しんで。お兄さんこそお元気で。さて、入学の手続きは広場にある事務棟で行うんだったっけ。
な。うちの村とは大違い。って見とれてる場合じゃなかった。学園の地元はあそこかな。あれ、ここでいいのかな。食堂に見えるけど。新入生の方、こちらが受付になります。順番にお越しください。あ、合ってるっぽい。すみません。新入生の方ね、入学おめでとう。ランターナ学園へようこそ。はい、ありがとうございます。早速だけど、入学関連書類の提出を…って…あなたは…レスナさん？あ、はい、そうですが…ねえ、もしかして青い鳥が手紙を持ってきた？そうです、その入学案内を見て今日ここに来るようにって。なるほど、この子が例の…ごめんなさいね、こっちの事情よ。大丈夫、あなたはここの生徒で間違いないわ。改めてようこそレスナさん、ランターナ学園錬金術科へ。あなたはちょっと特別な事情があるから、放課後また声をかけさせてもらうわね。おい、僕が先に並んでたんだぞ。うっせえ、プーニのくせして生意気言ってんじゃねえ。はあ、また喧嘩が始まったわ。相性悪いのよ、プニ族と鎧族。こらー、喧嘩はダメだよ。一体どうしたの？僕が受付に先に並んでたのに、こいつが割り込んだんだ。見えなかったんだよ、小さすぎてな。二人とも落ち着いて冷静に話そうよ。ああ、横から入ってきたと思えば、なんだお前は。そうだ、これは僕とこいつの問題なんだ。うわー、ダメダメだったな。ちょ、ロロナさん、ストップ。委員長として頑張ってるのはわかるけどね、もうちょっと落ち着いてもらえると助かるわ。はい、ごめんなさい。ま、あの二人にも保健室で反省してもらわないとね。それはそうと、ロロナさんが来てちょうどよかったわ。はい、この子の案内を頼める？錬金術科新入生のレスナさんよ。わあ、よろしくね、レスナちゃん。錬金術科2年のロロナだよ。はい、よろしくお願いします、ロロナ先輩。じゃあ早速だけどついてきて、いろいろ案内するね。すみません、入学の手続きをしに来ました。入学おめでとう。それじゃあ書類を確認するわね。大丈夫ではあるけど、みんなここで食べることが多いかな。
いろいろ頼めるけど、早く出てきて安いのは日替わり定食。 A から C 定食まであるよ。 A 定はおしゃれ系、 B 定はがっつり系。それだけわかってればここは大丈夫。あれ、 C 定食はどうなんですか？ C 定はちょっと個性的な味だからやめておいた方がいいよ。もう見てるとは思うけど、ここがオートの広場だね。私、地方から来たのでびっくりしちゃいました。都会にある学園ってすごいな。そうなんだ。私、この町の生まれだから地方の方が興味あるかも。それじゃあ、今度うちにご招待しますよ。本当に何もないですけど。じゃあ、夏休みにでもお願いしようかな。見えてきたね。あ、もしかして、あれが…そう、ランターナ学園の学者だよ。大きいですね。まるでお城みたい。だよね。私も初めて見たとき、同じことを思ったよ。歴史ある学園だから、こういう見た目なんだ。これから、毎日ここに通うんですね。実感してきた？はい、それはもう猛烈に。やる気十分だね。それじゃあ行こうか、私たちの教室に。